自分 YouTube に動画アップロード定期的にするんですけど、なんて言えばいいんだろう。なんか他の YouTube アップロードしてる人の登録することもできるんですけど、その中で、あんま登録してる人は俺いないんですけど、何人かしかいないんですけど、その中でおすすめの人がいるんですよね。で、おすすめの人は、この外国人の人なんですけど、このパンダサカ。この人がおすすめなんですよね。どういう人かっていうと、俺もこれ英語読めないから全然わかんないんですけど、どっか寒い地域に住んでる人で、寒い地域で、毎回感心するのは、ちょっと動画、あ、う、この、寒い地域、モンゴル？どこだろう？こんな感じで、料理したりするんですよね。薪割りとか。アラスカ？どこだろう、これ。ショートばっかアップロードしてるんですけど、この人登録してます。すごいかっこいいです。もう喋らない、一切喋らないんですけど、もう料理、ひたすら料理作ったり、魚釣りしたりする人なんですけど、寡黙で。こんな感じで魚のスープ作りましたとか、あとこんな感じで肉を切って、これ違法になんないのかな？人の動画を勝手に撮影しておすすめするのが。すごいよな。この人すごい、本当に。本当マジおすすめなので、もう、こんな感じで料理作るんですよ、男性なんですけど。ちょっと憧れちゃいますよね。うまそう。なめ、もう。別にこれ、わあ、手際が良い。これ氷出すんですかね。飲料水にする氷。多分違うかな。湖から氷取ってんですよね、多分。こんな感じで。本当にロマンですよね。
この人本当にすごいから見入っちゃいますよね。あれ、これさっき見たやつかな。うなります、確実に。おすすめです、マジで。もうリスペクトって単語が意味わかんないけど、リスペクトしたいです。どういう意味かわかんないけど、パンダサキハ。パンダって言うんだから、中国の上、やっぱ中国の上かな、モンゴルなのかな。ロシアではなさそうだし。ああ、すごい。ほんとマジ。おすすめです。登録してると定期的に動画アップロードされるから、ほんと面白いですよ。はい、以上。